ジャニー Jr. だった子がですね、被害を受けていたというのを言ってましたよ。で、私も動画ね、見ろって言われたんで見ましたけど、かわいそうに。日本のメディア全然取り上げないですよ。ジャニーズだけじゃないわけですよ。バカ営業とか叩くわけですよ。そういうのも全部消されてるわけでしょ。そして、賛成党が言ってることを鵜呑みにはしないでください。僕たちも間違えます、他に。意図的に間違えたりはしません。騙そうとは思ってないから。だから、盲目的に賛成党を信じるのもやめてください。それも危険です。マスコミを信じてた人が賛成党を信じたら一緒です。この賛成党が全部正しいんだって思うのは危険です。で、僕らはそういう思考停止した人たちはちょっと困ると思ってるんですね。もう現れないんですよ、ヒーローは。待ってても白馬の王子様も現れないんですよ。オーストラリアなんてね、アルバイトで年収700万、800万稼げるんですよ。アルバイトで白馬の王子様待ってるんですよ。違うっつって。だいぶ危ないこと言ってますよ。もうまたテレビに出れなくなりましたよ。賛成党の部屋。はい、お上がりの皆さん、こんばんは。賛成党の準決勝で参議院議員の神谷公平です。よろしくお願いします。昨年、全く同じ場所で、吉本俊之さんと街頭演説をしたのを覚えています。あの時は、まだ去年の1月か2月だったと思うんですよね。ほとんど誰も立ち止まって聞いてくださる方いらっしゃいませんでした。一部、その辺とその辺にですね、10人ずつぐらいかな、来てくださったぐらいです。まあ、通りの方でした。ね、1年経って、ね、これだけたくさんの方が、こんな平日の夕方に、我々の話を聞いてくださる、本当にありがたいことだな、というふうに思っています。お時間を使って来ていただいてありがとうございます。今日は、一日、もう朝からずっとですね、埼玉県を回っていまして、もうここで6カ所目になります。ね、ずっと回ってきて、この川越で、今日、加藤美奈子さんとですね、街頭演説をしているわけですけども、この日曜日から、衆議院の選挙が始まりますね。この埼玉県では、後半戦、で、前半はこの間、政令市終わりました、埼玉市と、後半戦11人の、党員がですね、立候補して頑張っていくと。そういう予定で今みんなで活動しています。私はどうも、選挙期間中は、埼玉県にちょっと入れそうになかったので、まあちょっとこれ直前にこうやって回らせていただいてるというわけなんです。でね、毎回、すべての箇所で同じ話をしてもいいんですが、こうかこうか YouTuber の方々たくさんついてきていただいております。はい。いや、俺ありがたいんですけど、はい。全国でですね、まあうちの家族なんかもたまに見てるんですが、ずっと見てらっしゃる方いらっしゃるんですね。で、その方に7回同じ話を聞かせるわけにはいかないので、今日はシリーズでずっとお話をしてまして、朝一番話したのは、なんで賛成党ができたのか、で、どうして作ったのかって話しました。2つ目に、今回の地方統一選挙、統一地方選挙で、ね、どういった訴えをしているか、公約について話しました。そして、その後ですね、教育、我々の中心政策が教育と、それから食と健康、そして地域守りなんですね。そういうのを政策についてお話をしていくかという流れで、これ6回目です。で、ここで何を話したいかというとですね、皆さんに情報戦という言葉を覚えて帰ってもらいたいんですね。情報戦です。もう今、日本は情報戦の最中にいるんだということです。情報戦というのは、戦争の一つです。で、日本人は、戦争で言うと、知識がないので、学校で教えてないので、で、戦争で言うと、人が思ったり、打ち合ったりして、しちゃうことがと思っていますが、違うんです。戦争には3つくらいの段階が大きく分けてあって、で、一番、こうやって、まあまあ人が、実践って言ってですね、もう実際人が、なっちゃう状態ですね。その手前に、あるのが経済戦です。今、日本が、ロシアや北朝鮮でやってることですね、経済制裁をかけるってやつです。これ、戦争と日本人は思ってませんが、やれた方からしてみると、これ制裁です。これそうでしょ、日本だって大統領、始めたのは経済制裁食らったから、このままじゃ国が立ち行かないと思って、ね、出たわけじゃないですか。まあ、これも、一体験ですね。で、その手前に情報戦っていうのがあるんです。で、そもそも、っていうのは何でやるかっていうとですね、別に人を殺すためにやるんじゃないんですよ。相手の国に対して自分たちの言うことを聞かせるため、もっと言えば、相手の国を自分たちの思い通りに操るためにやるのが、です。でしょ。だから、言うこと聞かないから攻撃して、そして、言うこと聞けってやるわけじゃないですか。もしくは、言うこと聞かないから、で、討論攻めにして、で、経済封鎖かけるわけでしょ。でも、もっと楽な方法が、情報で相手をコントロールする方です。つまり、情報を、ね、コントロール
あることによって相手の行動をコントロールすれば、もうそれは勝ったも同然なんですよ。そういうことが起きてるんじゃないかということを国民の皆さんに知ってもらいたいっていうのが参政党の大きな訴えの一つなんです。皆さんおかしいと思うこといろいろありませんか、日常生きていて。ね、例えばもうずっと言ってますけど、その3年間のね、そもそもね、これは一体何だったかよくわからないし、ね、その政策をですね、緊急事態宣言をやってみたりとかね、出せてみたりとかね、あと飲食店に行くなとかですね。ね、でしかも、本当に食料危機なんですか？ね、フードロスどれだけ出してるんですか？ね、どんどん輸入しては捨ててるんじゃないんですか？それから日本にどれだけ休耕地あるんですか？ね、食料危機なんだったら、コオロギの養殖を始める前に、ね、耕作放棄地なんとかした方がいいんじゃないですか？順番間違ってませんか？そうですよ。酪農家もどんどん今苦しんでて、牛を処分すれば15万円もらえる。そういった状況で、しょで鳥インフルエンザだって鳥どんどん処分してですね、で、卵の値段倍に上がってるわけですよ。なんですか、それって話ですよね。食料危機が起きてるんじゃなくて、食料危機を起こそうとしてませんかって話ですよ。他に何ですかね、問題ですか。で、助けを、それは出てね、難民とかいるのは、それは助けてあげればいいですよ。けど、なんで起きてるのかっていう背景を全然別に言わないわけですよ。ね、あれはアメリカの機関投資家たちがですね、ね、大統領を担いで、ね、どんどん拡大しようとしたわけですよ、西へ。で、ウクライナっていうのはロシアと接しているから、だからしてみたら、自分の国の国境沿いにアメリカの基地とか、なんか基地作られたら困ると思ってるわけですよ。だから、ね、その、今まで認めてたというか、もうなし崩し的にやれたわけですよ、ロシアは。ね、旧自分の衛星国をどんどん西側に取り込まれていって、ね、で、もう国境ラインまで来ちゃったから、なんかこれ以上入んなよって警告してるのにどんどん来るからですね。プーチンはそう言ってますよ。別に僕はプーチンを支持もしてないし、ね、かなり正義があるとは思っていません。けれどもですよ。じゃあ、ウクライナ側に正義があるか、バカから。ね、に正義があるかっていうと、それも怪しいもんなんですよ。ね、だから我々がアメリカの同盟国だから、アメリカを支援するのは、まあ、100歩にとっていいですよ。ただですよ。我々が独立国ならば、ちゃんと背景を教えた上で、アメリカがやってること、同盟国がやってることが本当に正しいのかどうかっていうことは、ちゃんと考えさせないと、それは国民を支援していることになるんじゃないですかって言いたいわけです。それから、なんですかね、あと最近、大河ドラマでもやってますね。LGBTQ。ね、大河ドラマのテーマにもなってますから。テーマっていうか、一つの回のテーマがそれですよ。ね、どうする家康ってやってるじゃないですか。ね、側室もらったら、側室が女性なんだけど、同性愛者でしたっていうストーリーなんですよ。いろいろなところで釣り込んでくるわけですね。で、なんで急にこんな LGBTQ、LGBTQ って言い出したんだろうと思ったんですね。最近アメリカの大使ね、たって言うんですけど、出ましたね。日本でも LGBTQ の法律を作ってほしいと。ね、アメリカでもやってるから日本もやった方がいいと。いう、そういうコメントを出してましたね。ガッツって言うんじゃないですか？内政干渉って言うんじゃないですか？こういうのは。立ち止まって考えると、おかしいことがいっぱいあって、全部我々の知らないところで物事が決まってたり、指示が来てるわけですよ。ね。で、それを、国がヘビーローテーションで毎日流すんです。ね、どうでもいいことに挟んで、ね、しゃもじ買って持ってったとかですね、それどうでもいいことに挟んで、どんどん刷り込んでいくわけですよ。で、ぼーっとテレビ見てると、それが正しいことのように感じて、で、テレビが怖いよって言ったことは怖い。テレビが面白いって言ったら面白い。これが流行ってるって言ったらこれが流行ってる。そう言って誘導されてる。これを情報戦って言うんですよ、皆さん。これやられてたら、いくらアメリカを買おうが、ね、日本独自で例えば、持とうが国は守れませんって、ね、だってもう情報を流すだけでこんなに言うんだからでしょ、ね、でそれを考えたらもうそもそもその日本ってずっとこの情報戦にやられてるんですよ、ね、だってもう若い人たちはねもう全く政治に興味がないでしょ、ね、これもう考えないようにしてるんですよ、ね、3政策って言いますよね、よく有名です。スポーツスクリーンですよ、ね、
スポーツっていうのは、まあ、野球だったり、サッカーだったり、まあ、昔だったらプロレスですね。で、っていうのは、恋愛だったり、グルメだったり、ファッションだったり、そういったこと。スクリーンは、テレビや、ね、まあ、当時だったらラジオ、今だったらこのスマホかな。もうそういったものに関心が向くようにして、ね、大事な哲学だったり、歴史だったり、政治だったり、文化だったり、そういうかつての日本人が教養と呼んでたようなものに、全く関心がいかないようにされてて、ね、で、もう政治には無関心、ね、言われたら言われたまま、はいはいって聞いて、税金は払う、ね、打てってたら、打つ、まあ、血をマスクをする、ね、もう言われたままですよ。ね、全く立ち止まって考えない。ね、こういったことにおかしいってみんなが言わない限りこれが続くんですよって。でこれをされていたら何回選挙やっても一緒です。だって全く作った論点にみんなが踊らされるからです。肝心のところに皆さんの意識がいかないからです。これを情報戦だというふうに思わないで、ね、全く正しいことを言ってるというふうに思い込んでる段階で、もう、アンポンタンなわけですよ。ね。だって、どれだけマイナスかかってますか？で、昨日も、知ってます？元ジャニーズの、ジャニーズジュニアだった子がですね、顔と実名を晒して、で、ジャニー北川さんから性的な、まあ、まあ、てか、ね、性的な、まあ、まあ、暴行じゃない、被害を受けてたというの言ってましたよ。で、私も動画ね、見ろって言われたんで見ましたけど、ね、ほぼ全員、そういう被害に遭ってるんだろうと、その彼は言ってましたよ。でも、言えなかったって、親にも言えなかったって言ってましたよ。かわいそうに。でも、ね、そういうもんでしょ。で、またそれをね、国際記者クラブでやってる、外国人記者クラブでやってるけど、日本のメディア全然取り上げないですよ。おかしくないですか？ね、だって、自衛官の女性が、ね、自衛官の女性が自衛隊の中で、ね、性的なね、そういう、受けてましたっていうのは記事になってるじゃないですか、もっと。同じぐらいの話でしょ？ね。で、なんで LGBTQ の人たちの、そういう人権を守らないといけないのに、そういったジャニーズジュニアの子たちの人権はどうでもいいんですか？ね。完全にバイアスがかかってんじゃないですか、日本のマスコミに。ね。タブーなんでしょ？ジャニーズの問題とか、そう。とか吉本興業とかそういったタレントをたくさん抱えてるようなところにネガティブなことを言うとタレント派遣してもらえなくなるからテレビ局が困るとね、そういった裏側があるからそういったところに都合悪いことは全部隠してきたんでしょ日本は。もうねこれだけインターネットもあってねもう隠せない時代なんですよ、ね、だからそんなの隠してたらまた外国からいろいろ言われますよ。日本人は意識が遅れてるとかですね、野蛮国だって言われますよ。ね。そういったことはきちっと、ね、もうダメな方はダメだと、古い飲酒は打ち捨ててですね、やっぱりきちっと、ね、やっていかないと、社会が健全化していきませんよ。だからこうやってマスコミが、ね、真実をちゃんと伝えていない。そこにいろいろお金だったり、利権だったり、ね、それこそね、権力だったり、そういうものがあったらどうするんですか？もし政治の世界でね、まあ例えば、今回はたまたまジャニーズだけど、ね、ジャニーズだけじゃないわけですよ。絶対芸能事務所とかあったら、爆営業とか叩かれてるわけですよ。そういうのも全部消されてるわけでしょ？なんか AV 業界だけが叩かれてたけど、近年ね。けどそれだったら一緒じゃないですか、他のタレント事務所も。これがもし政党だったらどうですか？立候補するためには枕営業しないといけないとかっていうことが政治の世界にあったらどうなりますか？めちゃくちゃでしょ？ねえ。でもそういうことあるかもしれませんよ。賛成党には絶対そんなことさせませんけどね。ねえ。金を持ってこないといけないとか、枕営業しないといけないとか、そんなんでね、政治が動いてたらおかしいじゃないですか。ねえ。そういったことをきちっと、皆さんが理解をし、そして、ね、今回実名で出した子は多分いろいろ言われるでしょう。多分ね、仲間から言われますよ、ジャニーズの。ね、そんなこと言うなと。俺たちも黙ってたんだから、なんで言うんだと。ね、そんなのね、言ったらね、いいことないじゃないかと。なんだ、お前はそれで有名になりたいのかとか、絶対言われるわけですよ、かわいそうに。けど彼はそんなこと分かってて、あえてこういう古い飲酒がなくならなければいけないと思いましたって言ってましたよ。ね、だから別に損害賠償求めるとか何でもないけど、やっぱりこのジャニーズ事務所ってのはまだあるから、これからも。
こう、そういったことが二度と起こらないように、悪かったことは悪かったと認めて、ちゃんと、この、所属してた人たち、被害を受けた人たちに、謝ってほしい、ということをおっしゃってましたね。誠実だと僕は思いました。これは、マスコミも、それに加担してたわけですよ。で、そういったことを、やっぱりちゃんと我々に知らせてもらって、で、なんでこうなってんのかと言ったことを伝えた上でやらないと、情報戦で、どっか外から来たような、ね、情報によって我々が心されてたら、謙虚なんかやる意味あるんですか？見せかけじゃないですか、全部。ね、判断するには情報が必要なんですよ。我々が政治的な判断をしたり、人生の計画を練ったり、ね、人生設計立てるときには、情報が必要なんですよ。正しい情報が。それに基づいて計画を作らなければ、誤った方向に行ってしまうでしょ。せっかく国民が頑張って働いても、その富が流出するでしょ。で、良かれと思ってやってたことが、結局争いを生むことになるじゃないですか。で、ウクライナの人たちを助けたいという善意がですね、かえってロシアというものを強い敵にしてしまって、それによって戦争に巻き込まれたら、善意が善意なことになるじゃないですか。そういったことを私たちは、ちゃんと知っていかないといけない。そしてそれをちゃんと伝えるのが政治の仕事であり、ね、マスコミの仕事ですよ。それが日本はできてない。それを変えたいのが参政党です。日本人はね、自分たちは騙されてないと思ってるんですよ。実際に私の周りの人と話してても、よくね、北朝鮮のニュースとか流れてきたんですね。北朝鮮の人は大変だって言ってるんですよ。キム・ジョンに騙されてですね、洗脳されてるとか言ってるんですよ。ね、で、僕はそれをここで聞きながら、まあ、もうあえて言わないですけど、ね。思っているのは、いや、日本も同じぐらいなんだけどな、と。ね。だから僕はもう街頭でよく言うのは、ここは明るい北朝鮮だって言ってるんですよ。ね。情報されてるから。みんなが考えなくなっているから。ね。それで豊かになってるんだったらまだいいですよ。担がれて騙されてでも。それでね、頑張れど頑張れど、収入は伸びないし、人口は減るし、どん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 弱くなって街頭にさらされてるわけですよ。ね。国際状況もね、どんどん変わってきてますよ。もうロシアはアメリカとでこれだけぶつかってるから、中国やインドやブラジルや南アフリカといったブリックスって言われる国々ですね、そういった国々を巻き込んで新しいデジタル通貨とかを発行しようとしてますね。今までドルが基軸通貨でドルさえすれば何でも買えたんですよ、アメリカは。するだけで。けどそれはドルが基軸通貨だったからだけで、基軸通貨じゃなくなったらですね、ドルの強さが一気に変わってアメリカは覇権を失うんですよ。そういったリスクを、もう当然世界では報道してますし、この間はアメリカでも前大統領が言ってましたよ。ね、このままじゃアメリカ危ないって。FOX TV のキャスターも言ってましたよ。中川さんが。そうなるよって。でも日本で全然そんなこと言わないじゃないですか。アメリカ一辺倒ですよ。ね、中国は怖い。ロシアは悪い。ね、いやもちろん中国は怖いし、ロシアは悪いですよ。間違ってはいない。けれども、そういった国々がどういった、今ね、国際情勢を作ろうとしているかっていうことを理解した上で、ウクライナを支援するのか、日本はアメリカとの関係をどうするのか、ね、しっかり考えていくのが政治じゃないんですかってことですよ。建前だけなんです、我が国は。国民主権とか言っといて、主権者たる国民に情報伝えないんですよ。僕はだから、ほら、摂関政治だって言ってるんです、平安時代の。藤原氏って言いましたよね。ね、幼い天皇を担いでは、ね、主権者は天皇だと言いながら、政治は勝手に自分たちがやってたわけですよ。で、ある程度年取って自分の意見を言い出すと付け替えてですね、そうやって摂関、摂政と関白で政治をやってた。今の政治に似てますよ。国民は主権者だと言いながら、主権者に正しい情報全然与えない。もう今回のことで僕は嫌っていうこと分かりましたよ。ね、もう政府が信用できなくなってますよ。で、どこの党もこういったことをきちんと言ってこなかった。ね。山本太郎さんなんか、令和新選組のね、なんか、聞こえたこと言ってくれるからいいかなと思ってたけれども、今回のことは、最近はちょっと言ってるけど、ね、それまではほとんど、触れてきませんでしたね。立憲民主党の方も一部の人たちは頑張って言ってくれてるけど、党全体として言っていない。ね、もう自民党、公明党は当たり前だけど、ね、維新の党も、ね、そういった突っ込んだ話はしない。今までの旧態依然とした体制の中での、もう言えば政治家同士の権力争いですね。で、誰が摂政と関白やるんですかって争いをしていて、
ね、被験者である国民の方を向いてないと僕は感じてるんです。だから、もう被験者がそろそろ気づいて怒って、自分たちで政治に参加していかないと、日本がもう立てなりませんよ、と訴えているのが、参政党という名前の由来です。今までの政党っていうのはですね、大体ね、国会議員が作るんですよ。元自民党だった人とかが、あれでね。ね。だから、結局、新しい人たち入れないわけです。ね。既存のメンバーの中でやってるんですよ。自民党の系統とか調べてったら、もう同じ家系の部下じゃないですか。ね、親戚関係とかであったとしても。だから、ある意味もう身分制みたいになっちゃってるわけですよ、世襲で。こんなに世襲がダメだって言われながら、今も山口でまず世襲でやってるでしょ。で、安倍さんの後は吉田さんという違う人だけども、で、リッターの後はまた息子さんじゃないですか。ずっとそういうことが続いちゃう。ね、そうじゃなくて、今まで政治の外側にいた人たちが、ね、こういった情報を、ね、察知して、今回加藤さんが、ね、原発事故をきっかけに、放射能が危ないじゃないですよ、ちなみに。大量に浴びたら危ないだけで、放射能はいっぱいその辺ありますから、放射能が怖いんじゃなくて、短時間に一気に浴びると危ないんですよね、皆さん。ね、そこはちょっと語弊があるなと思って聞いてましたけれども、でも、気づくきっかけになったのはいいことだと思います。ね。だから何でもいいんですよ、きっかけは。でも、原発の事故でも、ね、大統領選で何でもいいんです。なんか世の中おかしいぞと、皆さんが早く気づいて、自分たちで考えて自分の意見を言うことです。テレビと違う意見は陰謀論だとか、政府が言ってないことは陰謀論だとか、ね、それ言ってたらいつまでも皆さんこう言ってたままですよ。なんか世の中おかしいんじゃないかなと。で、何か俺たち騙されてんじゃないかなって気づいて考えることです。で、参政党が言ってることを鵜呑みにはしないでください。僕たちも間違えます、他に。意図的に間違えたりはしません。騙そうとは思ってないから。でも、情報が不正確だったり、言い間違えたり、数値を間違えたりするときがあります。だから僕たちも完璧じゃない。で、だから、盲目的に参政党を信じるのもやめてください。それも危険です。一緒ですよ。マスコミを信じてた人が参政党を信じたら一緒です。自分で考えてないから。我々ってんのは、自分で情報を集めて考えてくださいです。考えた上で、賛成との意見と合う。だから一緒にやろう。でも、それは嬉しいです。ありがとうございます。でも、で、1個や2個聞いて、今日の話を聞いていい話だったら、この賛成党が全部正しいんだって思うのは危険です。で、僕らはそういう思考停止した人たちは、ちょっと困ると思ってるんですね。変わらないから。確かにそれで賛成党は認可出るかもしれない。でも、やってることは一緒でしょ、今までの政党と。違うんです。我々は変えたいんです、本当に。教育も変えたいし、情報の取り方も変えたいし、国民の政治との語り方も変えたいんですよ。変わらないと日本はもう継続できないという危機感があるからです。子供や孫たちのために、いい日本を残したいと思ってるから、今は生きる我々大人がですね、しっかりと変わっていかないと、いい風に。で、もう現れないんですよ、ヒーローは。待ってても白馬の王子様現れないんですよ。待っててもね。総理が変わっても変わりません。で、もう頭が付け替えられるだけです。じゃあ誰がやらないといけないか。これは我々一人一人なんですよ。で、だから参政党はずっと教育だ、教育だって言ってるのはそういうことです。自分たちがやるんだっていう主体的なプレイヤーを1億人もいるんだから、で、1万人か2万人ぐらい作らないと。で、そんなからみんなのことを考えて、本当にフラットにオープンに情報を出して、やってくれる政治家を作っていかないといけないんですよ。早く。ね、で、無関心な若者たちが、俺たちやばいぞと思って、何か社会の未来を考えてくれるような状態を作らないと、ね、結局優秀な子たちほど、ね、いいところに行って外を見るから、結局優秀な人材はどんどんこれに安いもん。ね、外国行ったら日本の2倍、3倍稼げますよ。オーストラリアなんてね、アルバイトで年収700万、800万稼げるんですよ。アルバイトで、工場労働するだけでそれぐらい稼げるんですよ、もう今。20、30年前、日本の半分ぐらいの賃金でしたよ。それがもう今、日本の2倍、3倍ですよ。そんなのね、それを知ったら、お金だけ考えたら、若者はこれからどん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 日本を出ていきます。そんな状況になってからしまったって言っても遅いので、今がもう僕らギリギリだと思ってるんですね。だから、無謀な、そんな政党作りっていうのをやっています。どんだけ無謀だと思います?国政政党を作るっていうことは、相手は自民党ですよ。公明党ですよ。立憲民主党ですよ。ね、政党助成金だけでも自民党なんか160億もらってるのに。僕らの政党助成金なんか1億8000万ですよ。
で、90分の1ぐらいの予算でどうやって戦うんですかって話だけど、でも僕たちはそれ言ってたら何もやる気が起きないから、ダメでもともとだと。でも諦めたくないからやりましょう。で、指定に眠っている心の人たちをまず集めて、で、チームを作り、そして加藤さんのように自分がリスクを取ってやってくれる人を政治家に押し上げていって、そして地域から、地方から一歩を変えていきたいというふうに本気で考えているのが参政党です。で、その本気は今回の地方選挙で何人擁立するか見ててください。見てくださいよ。250人ぐらい出てるわけですよ。で、これからまた後半戦が、後半じゃない、秋に向けてまだ東北の選挙も残ってます。そんなもん入れたら本当に今年だけで300人とか400人とか立候補していくわけですよ。ね、今までそういう人たちを受け皿がなかったんです。さっきも言ったように、利権関係ない、パワハラもない、枕営業もしなくていい、権力者に溺れなくてもいい、思いがあって、で、ある程度最低限のお金があれば、政治に参加できる。そういうプラットフォームを作りたかったんです。そして参加すれば、ね、難しいけど、でも頑張れば選挙にも勝てると。それだけのね、体制が作れるところを、みんな求めてたはずなんです。だから、無理やりだけど僕たちが作ったのが参政党。ぜひですね、こんな政党なんて多分もうできないから、今あるうちにしっかりと活用してください。そして、加藤さんのように、ね、子供さんいらっしゃるのに、でも子供たちのためにも誰かやらなきゃって言って、ね、渦中の国を拾ってくれる人たちをしっかりとウォッチしてですね、彼女たちが何を訴えているのかしっかり聞いて、我がこととして捉えてください。頑張ってねえじゃなくて、頑張ってねえって一言なんですよ。そうじゃなくて、いや、私たちのことも一緒に考えてくれてるんだなっていうことを理解してもらいたいし、皆さん一人一人もできることは必ずあるから、それを選挙という期間に皆さんに一緒にやっていただきたい。川越には、ね、加藤美奈子という選択肢があります。それがないところがいっぱい日本にはあって、うちにも候補者立ててくれ、立ててくれって僕のツイッターがいっぱい来るわけですよ。だから僕は、ほとんどメッセージは返さないけど、心の中で思ってるのは、いないんだったらあんたが出ろよと思ってるわけですよ。そうでしょ？でも出るの大変なんですよ。そう、だってそうじゃないですか。いないんだ、いないんだっていうのは自分がやってくれよって話じゃないですか。ねえ、出してください。もうその時点で間違ってるんですよ。うちにも候補者出してください。もう他人基本なんですよ。白馬の王子さんは待ってるんですよ。違うっつって。自分たちがやってこなかった結果がこうなんだから、そこはしっかり反省して、自分がやるか、もしくはこうやってやってるよって言ってるのがいたら、その人と一緒に何かを一緒に動くっていうことですよ。頑張ってねっていうだけじゃダメなんです。ね、もうそういう段階は終わったんです。ね、だから僕も今日の話なんかね、だいぶ危ないこと言ってますよ。もうまたテレビに出れなくなりましたよ。ジャニーズのことが言っちゃったから。もうしょうがないですよ。事実だから。ね、だからもうテレビに怒られようが、マスコミに嫌われようがですね、言うべきことははっきり言わないといけない。ね、そしてこういう議論を僕は国会でしっかりとやりたいと思っています。そのためには私たち参政党からですね、国会議員を5人とか10人出していかないといけないわけです。地方選が終わったら、いずれ衆議院の選挙は今年中にもあるでしょう。その時には必ず埼玉県にも何人か候補者を立てますんで、ね、その人たちを応援してくれるのが地方議員です。だから加藤さんは、で、選挙が終わって、当選してもやることいっぱいあるんで、ね、当選しなかった方が良かったかもしれないと思うかもしれないけれども、でももうしょうがない。もう片足踏み出しちゃったのですね。はい。もう本当、政治なんていうのは半分やったみたいなやつだとか言ったらダメだな。こうできない臨機応だから。ね、いろいろ汚いものを見たりとか、戦わないといけないけど、誰かがそれをやらないといけないと。ね、頑張ってじゃないんです。誰かがやらないといけなくていないんだったら、皆さんがやってください。そして今回は、繰り返しになりますけど、加藤さんがやるって言ってくれてるんだから、その人の勇気に対してですね、ぜひ皆さん関心を持って見ていただきたい、そのように思います。今日川越でのメッセージは以上です。ありがとうございました。本日、魂のこもった熱い演説、ありがとうございました。はい、ではですね、いつも通り、まあ、間違えてるんですけど、サンセイトコールってだけやって帰りたいと思います。まあ、まだ帰れないんですよね。まだ置いてあるんですが。はい。サンセイトコールやります。僕、せーのと言いますんで、1、2、3、セイトという感じでご賞をいただきたいと思います。やりたい人だけでいいですよ。やらないといけないっていう恐怖ではないので、はい。やりたい人はぜひ一緒にやってください。で、よろしくお願いします。せーの、1、2、3、セイトー！どうもありがとうございました。
Thank you.